the chase and the hunting. I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no, I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up! It's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find almost anything. All it takes is some time and some clarity to find your identity. It's mind over everything. はい、どうもじゃあ、本でございます。松台さんに来ていただきました。はい、こんにちは。九州からはるばる。はるばる。ありがとうございます。いや、でも、そんなに時間かかってないです。半日ちょいぐらい。うんこだな。半日かけて三重まで来ていただきましたよ。ということでですね、ここは、ポーズ油の沖磯に来てますということで、釣り券さんのね、動画そのうち上がると思うんでね、それを見ていただいた後でこちらの動画を見ていただくか、こちらを先に見ていただくかはね、視聴者の皆さん任せますけど、釣りを一緒にしたいなと。ああ、光栄です。私こそ気軽、はい、まだ一緒に釣りしたことないですよね。そうなんですよ、今回初めてですね、一緒に三重まで来ていただいて。ありがとうございます。で、天候がね、ちょっと今日荒れ気味なんで、あの、安全第一でね、横島とおにぎり向きの裏側でやりたいと思います。じゃあ、それではよろしくお願いします。よろしくお願いします。えぐいな波。ちょっとね、今日撤収になるかもわからんのでね、もうこれから波が出てくる予報なんですよ。ということで、できるだけね、安全にということで、内向きに、松枝さんとね、竿を出していきたいと思います。さあ、本日のタクです。ロッドがガマイソーデニオス125-53、リールがシマノの BDX テビリウム C3000BXXG のフットブレーキです。ラインの方がバリバス、ゼロ深さの 1.75、 そして組んだ仕掛けの方が釣り券ゼクトの B ですね。いつもの仕掛けにしました。結んだハリスの方がバリバスハードドップティアニックスの 1.75、 そしてセレクトグレーのね、6号を結んでます。こんな感じのスタートでやっていきたいと思います。さあ、やりましょうか。大東、よろしくお願いします。設定の大きさが4キロ、馴染んだらじわじわ入る仕掛けです。ただね、今日めちゃめちゃ波が高くてですね、この磯に乗せていただいたのが不思議なぐらい波が高いです。実を言うとね、初めてなんですよね、この横島の海の。だからどんな釣りを展開したらいいのかっていうのはちょっと分かんないですよね。かなり潜り量強いな。それが浅い棚で見えとる高部が食っとんのかな。さあ、第一投、差し絵は残ってるんでしょうか。ありません。差し絵ない。見える餌取りとしてはハコフグと高め、そしてね、コッパグレーがめっちゃいますね。お腹コッパやな、これ。足の速いやつや。
これは苦労するぞ。洗濯機状態プラス表層には無数の餌取り、ちょっと強烈的に難しいんじゃこれ。あ、釣れましたよ。本日のメインターゲット、綺麗やな、めちゃめちゃ綺麗、めっちゃ綺麗でしょこれ。高め、これね美味しいんですよ。塩焼きにすると最高に美味しい魚なんですけど、今日はね、釣れ宴会がありますので逃がしてあげます。松田さんどうですか、三重は。三重の釣りは全然違う。どう違うんですか。どう違う、魚の動きが全く違う。あの浅く浮かせてとかそんなのじゃなくて、こっちから餌を持ってきてあげるっていうのが前提の釣り、それが一番違うと思います。あのですね、聞いてほしいということがあったんですけど、天下の松田さんですね、好きな薬味って何かありますか。薬味、薬味、薬味、津川正彦。正彦、津川正彦。正彦、好きな薬味って何かあります。津川正彦。正彦、来ましたよ。あ、ちょっとええんちゃうこれ。ちょっといいですよ。でもグレじゃないかもな。なんかちょっと叩くぞ。誰や。全然見えん。グレでやってくれ。えらいおちょこぶちやんか。はい、魚は選べないんでね。ありがとうございました。おちょこぶちです。おちょこぶち、残念。釣り人的にはですね、魚選べないんですね。とりあえず食ってくれた魚にはね、全て感謝してですね、持ち帰らない魚は逃がすということで、はい、リリースしたいと思います。ありがとうございます。タルマの設定の浮き下が4キロ半ぐらい、あそこのね、アーメでね、沈んでってるような状況ですね。どこ投げてもね、浮きの行き着く先なんていうのはもう決まってくるんですよ。流れが跳ね返っていって、どこで入ってみたいなね。潮が今右から左へ流れてるような状況なんですけど、ここの晒しがね、向こうまで流していくのをね、防いでくれるっていうような状況ですね。はい、来ましたよ。いやグレじゃないっすよ。今度は誰や。おちょぼ口シリーズパタパタしとる。すげえ。めちゃめちゃパタパタしとる。めっちゃかわいい。これ九州の皆様、これ美味しいんですか。食べたことないな。めちゃめちゃかわいいやんこれ。ほら、めっちゃ可愛い。超可愛い。ありがとうございます。すげえ洗濯機や。
強烈やな。おほう、なかなかね、この洗濯機の中で自分の釣り組み立てて、さらにですね、高めのコッパグレの餌取りがいるっていう状況で、どう自分の釣りを組み立てこうかっていうね、ちょっと難しい局面ですよ。まあ、入るところは入ってくるんですけどね、その入ってくまでにね、棚が深いと思うんでね、仕掛け流されてる間に餌取りにやられると、そういう状況なんですよね。かなり難しいです。巻き餌で分離するわけにもいかんしね、餌取りを。これ取る？逆になっとる、逆になっとる。回してこい、回してこい。深いところへ入っとるぞこれ。あ、でもなんか様子がおかしいな、これも。これはなんか様子がおかしいぞ。マダイだ。はい、きれい。マダイが来ました。いいサイズじゃないですか。めちゃめちゃ綺麗です。やっぱマダイもかっこいいですよね。いやー、沖磯ならではの綺麗な鯛、ありがとうございます。連発できた後の沈黙か。ただずっと刺し餌を取られてるんで、おそらく馴染むまでに餌取りにやられてるんですよね。一緒のとこ狙いすぎてちょっと餌取りがいつ取るかもわからんですね。あんまり打たんようにしとんだけどな。打っても1発とか2発とか。気が馴染みましたよ。じわ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 と入っていこうとするのをちょっとね、ラインテンションかけて行くなとホバリングさせます。でもね、また浮きがじわ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 ってこう入っていこうとするんですよ、ひゅーみたいな。行くか。餌ないかもわからんな。結構多めに今巻き餌かぶせたんでね。
三の字やったね。いや切れました。見えた。一瞬色だけはちょっと見えましたけど。見えました。三の字でした。タモ入れするぐらいまでね浮かしたんですけどね。あれお長やったらちょっと今日眠れないぐらいの悔しさになりますけどね。まあ三の字やったんでよしとしましょう。お疲れ様でした。お疲れ様でした。ちょっと波高鳴ってきたのと風が東に変わったんで、ああおそらく波がもっと上がってくると思うんですよ。やばい。あの急いで船呼びますんで、はい、一周ということで。わかりました。ちょっと中途半端で申し訳ないです。いやいや、せっかくね釣れそうな状況やったので。なかなかあれですね。でも雰囲気は悪くなかったですね。そうですね、皆さんボンボンかけとった。まあたまたまですよ。でもねやっぱりいやいやいや、天気が絡まないですよ。でもいやいやいや、上から見てたらやっぱりすごい違います。聞こえてました。はい、ということで、でかいオナが釣りたかったんですけどね、ちょっと天気が絡まないということで撤収になりました。はい、お疲れ様でした。松田さん、お疲れ様でした。またはいろいろ教えてください。はい、はい、ということでご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。よろしかったらチャンネル登録と高評価の方もよろしくお願いします。それではバイバイ。カメラマンが2人おります。波あった横島、またリベンジ来ます。こんにちは。ハルマ丸のハルマくん。この子の命名。命名。おお。かわいい。何歳ですか。1歳です。1歳です。やばい。ハンナギア。ああごめん。ごめん。ごめん。ごめんよ。バイバイ。また来てねー。ありがとうね。恥ずかしいな。恥ずかしいね。ごめんね。また来るね。ごめんな。ニコって笑うのにな、いつも。